皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋からカスタマイズした車両を紹介します。紹介してくれるのは飯村店長。はい、はい、ちょっといつにも増してカジュアルな格好ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。本当ですか？はい、紹介する方もちょっとそうお客さんがね、フォーマルですけど、お客様があのアパレル関係の方がいらっしゃるので、ちょっと宣伝も兼ねて。はい、そうですね、はい、まあちょっと普段の飯村さんを知ってる人だとこれがあのいつも通りなのか宣伝なのかちょっと分かってますけど、はい、という建前でお願いします。はい、お願いします。で、紹介する車が、まあ、ちょっとあのもう1台フライングスパー製作シリーズでちょっとちらっと出てきたんですけど、あのあれでしょ、嘘くさいボケしてたやつでしょ。え、ボケ、あもう作業はもう大詰めで、これはあれですかね、一体化させたんですかね。ちょっとリップも思ってたよりだいぶ小ぶりで、ボンネットの穴もなくなっちゃったみたいです。そしてキャリパーのペイントが済んで赤くなってて、おいなんとびっくり。こちら予定してたフライングスパーじゃなくて、もう一台なんかマンソリーをくるむ同じ色のほぼ同じ外装オプションのフライングスパーが入庫してるみたいです。僕のあのダダ滑りのボケですいつまでやんだろうなと思って言ってたけど、はい、であの車がついに完成したって。完成しました、はいはい、ちょっと製作過程、こっちの車バッバッバッと飛ばしちゃいましたけど、うん、はい、まさかのタイミングでね、ま、同じ車の同じ色で作るとは思わなかったんですけど、はい、ちょっとその車ついに完成したんでご紹介させていただきたいと思います。で、ちょっとその製作過程でもちょっとお伝えしたんですけど、まず車が様子がおかしなことにナンバーもなければ、はい、内装も新車改装時のラベルが貼ったまんまっていう、そうですね、ことの経緯的には、ま、登録前、登録前なんですか、はい、の車で、それをディーラーさんからダイレクトにお預かりをしてで登録する前にこの状態になった、マンソリーになっちゃうと、はい、形です。で、ボディカラーだったりはちょっとそのもう1台作った東京店と全く一緒ですよね、多分ですよね、うん、でオプションなんかも結構似てて、うん、そのグリルがメッキになってたりとか、はい、そんな車だったんですけども、今回同じくマンソリーを全部組んだみたいです、はい、前回りから行きましょうか、はい、前回り的には今回つけたのはこのリップとこのフェンダーの、あ、フェンダーじゃない、バンパーのこの部分ですね、はい、グリルは今回ノーマル、ボンネットもノーマルなんで、なるほど、本当に下回り下だけ、はい、そしてこのカーボン面も標準の標準の、はい、目になってます。なんか特にこう冒険することなく、特にそうね、ちょっとそれはなんかこうコンセプト的なのが飯村さんの中であるんですか？いや、ちょっとシンプルにというか、まあそうそうそう、本当にあの、まあ、手数と手数、まあ、ボネット入れないし、グリルも変えないし、だから本当にさらっと、まあ、純正プラスアルファぐらいなイメージの、仕上げになってます。だからあえて このこっちは触らないで本当にここだけ触る感じで、はい、そして大きく違うのがここですよね。そこです。ここ結構もう新型フラスパちょっとざわついたよね、いろんな意味で。まあ、ちょっとそのノーマルバンパーであればそこがもう本当にギラギラしててもバランス取れますけど、うん、ちょっとこのパーツをつけた時のこの、そう、このアタッチメントがあるがばっかりにメッキじゃ済まされなくなったっていう、ちょっとこうごちゃごちゃしちゃう感じが。そうですね。なので今回ここをボディ同色に塗りました。枠と、そのヒゲのような部分のライン、ここです、ね、全部、これ全部一体なんですね。全部一体で、外側と、はい、はい、ちょっとメッキだとあんまりこう何ですか、ちょっと印象に残らなかったですけど、うん、こう同色にするとちょっと先代とか、うん、ちょっとねその雰囲気が、前型 GT 後期とかもね、あとは現行のベンテイガ、マイナー5ベンテイガ、はい、後期のベンテイガとか、なんかちょっとなんかこうベントレーのちょっとその トレンドというかそのアイコン的なちょっと存在になってきてますよね、うん、このヒゲの部分が。で結構これをあのフォトショップなんかでちょっとシミュレーションしたりなんかしたりしてあれがもう決め手だったね、はい、やらされました、うん、はい、完全にツッチがやってくれたのが決め手でしたねただこの何ですか、もう本当に仕上がったら全然違和感のない自然、うん、そしてまた東京店の作ったのとちょっと顔つきが変わって、そうね、どっちもいいっすね、うん、ちょっとやっぱりこの色味のこのバランス、ボディとメッキとこのカーボンどうしても黒く見えるんで、このバランスはかなり、まあ、今後カスタムしていく上でも
これ同色の設定がないですもんね。同色の設定はないので、後塗りでしか表現ができない顔つきになってます。なんでまあエアロつけないにしてもいろいろ今後のこのそうだね、エアロつけないにしてもこういう仕上げをするっていうのもありかもしれない。いろいろ参考になるんじゃないかなと、うんうん、はい、で今回本当にノーマルというか他は触ってないんでバンパーはこんな感じですかね、はい、で横に回っていくとまたこれ東京店作ったのと大きく違うのがまず足元がホイールが違う、ホイールが全く違う、はい、チョイスで、はい、これアメタにやっぱりいかないんですね。そうやっぱりマンソリー、まあ、あのこのオーナーさんも何台も車を持ってる中でマンソリーの車もあったりとか別でねロールスがあったりとかでそんな話の中で、まあ、エアロもマンソリーホイールもマンソリーかなっていう、まあ、さらっとそっちの方向に。なるほど。で何台もあるのでそのフィンのバーっていうタイプ東京店で作ったあのタイプのホイールを履いてる車もある持ってる。そうなんですね。ので今回はこっちの。なるほど。 BY5 もう最初のそのシンプルにっていうところにもつながってくるわけですね。そうですね。ただ様子がおかしい。様子がおかしいこんなの見たことないんですけどこれはまさかクロームメッキです。かけたんですか。かけました。だってもともとこれ単造ですよね。もともと単造でしかも APP テック製、なんで、そうマンソリーの単造ホイールは、まあ、ここはちゃんとここはってかここもちゃんとしてるなっていう。だから APP テックで作ってるから超一流ビレットじゃないですか。そうそうそう。だから台湾単造とかでもないしきちんとイタリアの単造を使ってるっていうのはすげえなっていう。だからその単造ホイールってこう一言で言ってもその大元 の, そのビレットってその塊 の, その質が結構あれなんですよね、重要。それがもう超一流品を使って使ってるで作ったホイールをさらにクロームをかけるっていうそうちょっと重くしちゃいました。ちょっと利点としてはやっぱり単造ホイールってその軽く作れるっていうところあるじゃないですか、はい、それを贅沢にクロームにして。そうもうね、まあ関係ないかなみたいな。まあ、確かにパワー的にも、まあ、もうホイールももともと軽いですし、うん、はい、余裕感があるかな。確かに。でこれポリッシュとかにしないのはやっぱりそのギラギラ感が。そうですね。ポリッシュよりかもクロームメッキの方が、まあ、あの光り方が、まあ、今回そのメッキをボディ的にも全部残してるん で, でそこに合うような、光り方を出したいってことでもうすぐにメッキ加工。確かにポリッシュでもノークリアだったらまだしもオンクリアにしちゃうとちょっとこうワントーンくすんじゃうじゃないですか。ちょっとね、うん、そうすると他のメッキパーツとのこの相性なんかもちょっとこうずれてきちゃったりとかするんで、うん、ちょっとこのマンソリーのこのデザイン初めて見ましたけどいいですね。ちょっとシンプルさにもつながってて、ね、ちょっとこうスポーティーな感じで。で今回車の方はちょっと相談をしてあって、はい、はい、でこの辺がちょっと鬼門でもう本当に毎回悩まされる。ちょっと今時点では激しいローダウンはできない。できないですね。プラスパワー基本的に、まあ、GT はモジュールで下げるっていう方法があるのもあるけど、まあ、なんかマッチングであったり合わなかったり。たフラスパに関してはフライングスパに関してはモジュール今回ちょっとチャレンジしたんですけどうまく動かない、うん、ちょっと現時点ではちょっと難しいかなと、うん、まあ、ちょっと絶妙な車高で、まあ、逆に言うとちょっとジェントルな感じも相まって。そうですね、はい、まあ、もう少し下げたい場合はもうちょっと待っていただくかすればもしかしたら、まあ、いずれねなんか出てくるかもしれない、うん、モジュールが出てくると思います、はい、その辺参考にしていただけるといいんじゃないかなと、はい、で意外や意外やブレーキはそのままこの色でしかも差はないんですよね。はい、足りませんでした。これは何か理由あるんですか。まあ、今回そのなんかさらっとパンパンみたいなノーマルで来てそれにホイール履いてエアロつけて下回りだけカーボンにしてっていうノリで軽いノリで乗ってる感じがいいかなと思ったんで、まあその赤いキャリパーに関しては僕その新車オーダー時の件は特に今回絡んでないので。あ、そうなんですね。そう、じゃあお客様の好みで。そう、はい、本当に赤いそのままのキャリパーでロゴを変えることもなく、うん、はい、やってる。まあ、キャリパー面でも結構見学しますしね。そうですね、はい、まあ、わざわざ変えなくてもいいかなと。なるほど。そして、まあ、他に関しては、まあ、ミラーだったりとかはもうそのボンネットの流れからやっぱり触らずで、はい、本当にシンプルな方向に仕上げてるみたいで、はい、でサイドスカートは、まあ、この辺とかは特に塗り分けとかないですけど唯一ここですかね。うん、ダクト、はい、でここが実は東京店のフライングスパーと塗り分けが違うっていう何笑ってるんですか微妙にね
違います。はい、僕言っちゃっていいですか、はい、ここのこれで伝わりますかね、これ。いやでもそっちの方が伝わると思うよ、後ろの方が。ちょっとこれ、ね、後で後ろ見てもらいますけど、うん、この塗り分けの範囲をちょっとだけ1ミリ2ミリぐらいですかね。そうね、1ミリぐらい、1ミリぐらいかな。ここだわります。こだわるでしょう。なるほど、うん。まあ、飯村さん的には要はこう上から見た時にこう内側だけ塗っちゃうとこの上のラインが見えないんで、あえて出したっていう。そう、上のラインを強調させてる感じで。でもこれあれですよね、その本当に何回も言うようですけど、そのシンプルさゆえにこうそこでちょっとこう調整してるというか、少し見えるようにしてアクセントとして出してると、はい。まあ逆に言うとこの辺は本当に調整次第でいくらでももっとこう目立たないようにとかもできますし、うんうんうん、もう思いっきり塗っちゃうのもできるんで、ね、うん、はい。まあ、本当にそれはオーナー様と作り手がいろいろやっていただければ、本当に同じマンスリーのエアロでもいろんなことができると、うん、はい、そうですね。でいつもの定番、ここは今回貼る予定ですか、貼らない予定ですか。一応貼ります。貼る予定なんですね、はい、今回は。一応こんなサイドスカートもついてると、はい。そして後ろも同じように、はい。あれ、これ4本通しではないですよね。違う、前後いいサイズ。なるほど。10.5、12。ちょっと深いですか。そんなことはないですか、うん、リアのがちょっと深い。そんなホイールが入ってて、はい。そして後ろ行きましょうか。後ろも同じように、これ知ってます？大加工なんですよ。あ、そうなの？大加工なんですよ。要はこのダクトがあることによって、もともとこんなダクト純正ないじゃないですか、うん、なんかこうそのままもうバンパーの内側があるんですよ。だからそれ切らないとこのダクト、あれのバンパー使えないらしいです。そういうことね。はい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 、そんなバンパーがついてると、はい。そしてこのここね、ここね、はい、ここね。そう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 、これ、ね、あ、そこを塗り分け分かりやすいですね。うん、ここは多分3本の棒がきちんと見えるように、はい、なるほど。あれを内側だけ塗っちゃうとこうひっくり返すか、 L みたい、 F とか L みたいな、そうそうそうになっちゃうんで。なるほど。ちょっと今回多めに E に、 E のひっくり返ってるやつ、逆にこうシンプルに仕上げるためにちょっとそこは主張させると、ね、はい、しました。そしてもうこの辺とかは同じようですけど、いいですね、やっぱり、うん、ちょっと全然違いますよね、これついてるついてないで全然違う、ノーマルと、うん、まあ、ディフューザーみたいなデザインになるのはよりスポーティーになりますね。そうなんですよね、スポーティーさプラスされますよね、うんうん。で今回ちょっとじゃあなんで動画撮ってんだって言われてますけど実はこの車完成してない、はいはい、最初完成しましたなんて言ってるんですけど、はい、完成してないって、はい、ここにトランクスポイラーが、はいはい、つく予定ってことで、つく予定、はい、ちょっと遅れてます、ちょっと手違いで今回動画の撮影に間に合わなかったんですけど、はい、ここにつく予定みたいです、はい。だ結構今回本当にシンプルですね。そうね、本当あの抑えるとこ、まあ、3点セットプラスアルファみたいな感じですね。でエンブレムなんかも今回やらないです。そのまんまで、うん、そのままで。だから本当に同じ車で同じエアロをつけてこんなにも違うんかって僕思っちゃったんですけど。そうね、同じ色なのにね、イメージがだいぶ違うかなと。本当にタイミング的には本当にこう両極端にこう激しめに作ったのと、うん、本当にシンプルに仕上げたの、うん、はい、なんか動画的にはすごくありがたいタイミングで、はい、カスタマイズさせていただいて、はいこんな感じですか。そんな感じかな、うん、まあ、今回マフラーも基本的にはノーマルで。あ、これマフラーノーマルなんですか。はい、ノーマルです。だまあカッターがね、つくだけで、はい、はい。で今回せっかくなんでちょっと最初にも紹介してますけど、うん、はい、中をちょっと、うん、ボンドボディに合った時にね。そうですね、なんかね、はい、もう本当にド新車なんですね。本当にド新車もう全部カバーもされている状態で、なかなか確かにその登録前に預かるっていうのは結構レアかもね。ですよね、うん。まあ、納車がうちとかって結構あるじゃないですか、うん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 、お客様ほとんどナンバーついてる状態がほとんどで、まさかの今回ナンバーなしっていうことで、はい、はい、ナンバーなしです、まあ、そんな車もいろいろ触ったりとか改造したりとか、はい、できますんでお気軽に何でもご相談くださいませ、はい。で今回このマンソリーだったフライングスパー紹介させてもらったんですけど、はい、今時点ではエアロはマンソリーぐらいですか。そうですね、フライングスパーに関しては、まあ、GT とかだとね、また何車種かあったり何車か出てたりするんですけど、ただ仙台だと結構いろんなとこから出てたりとか、仙台だとそう、まあ、多分出すのはスターテックとアーバンとかな、割とメジャーどころで言うと。まだ車も新しいですしね。そうですね、
ただカスタムの需要としてはもう先代もかなりいじらせてもらったじゃないですか、うん、なんでこれからまあいろんな仕様の車ご提案させていただく機会もあると思うんですよ。多分フライングスパーは増えるでしょう ね, すね、うん、そうすると多分ローダウン の, その方法とか、うん、足回りのセッティングとか、うん、まあ、いろんなものがご提案できるんじゃないかなと思います、うん、はい、ぜひぜひもう違うカラーのやつも見てみたいんですよ僕的には。そう、白が続いたんで見てみたい、はい、ちょっとえぐいカラーのやつとか、はい、何でももうボンド名古屋にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。